パトリア・アムブは、フィンランドのパトリア社が設計した、八輪式ないし六輪式の軍用多目的送輪装甲車である。アムブとは、アーマード・モジュラー・ビヒクルの略称である。アムブの開発は、1995年に、フィンランド陸軍司令部が新しい装甲車両のコンセプトの研究を、パトリア社に依頼したことがきっかけである。1996年から開発が開始され、 既存の素 -180 走行兵員輸送車の後継車両には8輪式が最もふさわしいと判断した。フィンランド軍はパトリア車に対して1999年に正式にコンセプトの研究を発注し、翌2000年に研究が完了した。2001年には試作車の製造と運用試験が開始され、2003年には量産が開始された。 アムブには6輪式と8輪式の他に10輪式の車両も試作されたが、後に10輪式は製作が中止された。海兵隊向け高速揚陸走行車 FF 開発計画が頓挫したアメリカ合衆国では、老朽化が進むアブ7の大対案として、早期型揚陸走行車開発計画とともに、ロッキード・マーティン社がパトリア社と組み、アムブをベースにしたハボックアムブを 総輪型揚陸走行車として、提案、他の3案と共にトライアルを受けたが、採用されなかった。アムブの最大の特徴は、車体のモジュラー構造化された車体であり、各種の砲塔や兵装、センサー、通信システムを必要に応じて組み合わせて運用することを可能としている。これにより、ほぼ同一の車体構造とパワーパックを持ちながら、走行兵員輸送車や、不評戦闘車、 式通信車、走行救急車、戦車駆逐車、自走迫撃砲、機動砲車両などの派生型を製造することが可能である。アムブの車体はかなり高度な防御力も有しており、10kg までの TNT の爆発に耐えられるほどの耐地雷、移度防御能力のほかに、合計 30mm までのアプフスズの直撃にまで耐えることが可能な全面走行を有している。 また、機動力もかなり高く、不正地走行においても、速度と途半力、乗員の乗り心地を高いレベルで両立させているほか、車体後部の左右に一機ずつのスクリューを備えており、最大時速 10km で、水上航行も可能である。アムブは、大きく分けて、以下の3種類に分類される。アムブ基本型、走行兵員輸送車、不評戦闘車、指揮通信車、 走行救急車、偵察車、迫撃砲運搬車、戦車、駆逐車、機動砲車両などに使用される。アムブ SP 基本型よりも、車体後部の兵員区画の天井を高くして、車内容積を稼いだ型。上級部隊用の式通信統制車両や大型の走行救急車、工作車両などに使用される。アムブ MC 車体から、エンジンや操縦士区画。 後部兵員区画を分離するとともに、各種のモズラーや兵装、その他の補給物資などを運搬する。カトロソマクオーとメラーラ射精ヒトフィストマイナス 30P 砲塔を搭載した、不評戦闘車仕様の基本型。砲塔には、赤外線暗視装置を組み合わせた先進的な射撃管制装置のほか、オーブラレーザー警報装置に連動した、発煙弾発射器を搭載している。 並走は、アッテックマーク44ブッシュマスター2チェーンガンと、ユクム -2000 シード軸機関銃である。カトロソマク M1 ロソマクをアフガニスタンでの作戦行動に最適化するように改造した型。防御力強化のために追加装甲を装着しているが、その代償に水上機構能力が失われている。 操縦席前や砲塔にワイヤーカッターを追加した、他に通信装置を改良し、後方、側面監視用の CCD カメラを追加し、兵員区画内に2機の LCD スクリーンを搭載している。この他にも射撃を受けた方角を割り出すピーラー、システムが搭載されている。カトロソマク M3 走行兵員輸送車使用増加走行などは、 ロソマク M1 と同様の改良が施されているが、並走は、オース、D オープンターレットに、マーク19グレネードマシンガンか、ブローニング M20 機関銃を搭載する。カトロソマク M 装甲救急車、乗員3名の他に、タンカに乗せた3名と座席に乗せた4名の合計7名の負傷兵を乗せることができる。カトロソマク、S スパイク LR 対戦車ミサイルを運用する2個。 対戦車ファンが登場する装甲兵員輸送車使用。カトロソマク WD 大隊長を登場させる式通信車使用。カトロソマクローザローザ防空システムを搭載した防空式車使用。アムブの採用国フィンランドソ -180 シリーズの後継として86両を導入。そのうちの62両は、 ソマイナス360装甲兵員輸送車であり、プロテクター M151RWS を介して、ブローニング M20 機関銃か、H&KGMW を装備する。残りの24両は、エイモス連装模倉式自動迫撃砲システムを搭載したソマイナス361自走迫撃砲である。クロアチア2007年に84両を発注。 2008年12月に42両を追加発注し、現在126両を保有。スロベニア当初は135両を発注し、その中の一部はネモ自動迫撃砲システムを搭載した自走迫撃砲である。後に、パトリア社のスロベニア軍将校に対する贈賄疑惑が持ち上がったほか、経済危機により発注を80両に縮小。北マケドニア2006年に、 クロアチアでのトライアルの結果から採用を決定。発注予定数は不明であるが、あまり多くはない模様。ポーランド OT-64 スコットの後継として採用し、カトロマクとして833両をライセンス生産。アフガニスタンに派遣されている国際治安支援部隊にも配備されている。南アフリカ共和国ラーテル不評戦闘車の後継として採用。 デネルランドシステムズ社が、ライセンス生産し、バジャーとして264両発注。対弾丸、対地雷防御力を向上させる改良を施しており、不評戦闘車、指揮通信車、戦車駆逐車、自走迫撃砲、機動砲車両などの派生型が開発されている。アラブ首長国連邦2008年1月に導入を発表し、初期評価用に15両を導入。 一部は、ネモ自動迫撃砲システムを搭載し、その他の車両は、BMP-3 の砲塔を搭載している。スウェーデン2009年に113両を発注するが、同国の裁判所が、正式採用トライアルのやり直しを命じた。2010年8月13日に、国内でのライセンス生産をするという条件で、同国の防衛資材管理が新たな契約を獲得した。 製造を担当したのは、スカニアソブエイカーズクルートブルックプロテクション AB である。2014年から、スウェーデン陸軍で、ポンザーテロングブル360として運用している。チェコ売り込みも行われたが、チェコ陸軍は、オーストリア製のパンデュール2を正式採用した。リトアニアリトアニア陸軍の、新型装甲兵員輸送車、不評戦闘車の採用候補の一つとして、 トライアルが行われたボクサー総輪総校車も途中から競合参加した。最終的にボクサーが選定された。オーストラリアラント400フェーズに似てベイシステムズが CV9035 の砲塔を搭載したアムブ35を提案した。オーストラリアに試験車両2両を持ち込んでボクサーと共にテストされたがボクサーが選定され敗退した。 日本2019年9月10日に防衛装備庁が96式装輪装甲車の後継となる次期装輪装甲車の試験用車種の一つに選定したことを発表した。運用試験を実施し、3車種のうちから最適な車種を選定する方針である。フィンランド、スウェーデン、クロアチア、ポーランド。ありがとうございます。